大阪の成長を止めるなっていう言葉を使っていい人とダメな人がいるんです。使っていい人は誰か。じゃあそちらの方、そのまま手を挙げておいてください。マイク来るまで。大阪の今の状況ですよね。もうほとんどの市町村の首長がもう維新になってて、この状況を考えた時にちょっと怖いなっていう気持ちがあるんですけど、山本さんの方で分かってる、このままじゃダメなんだよっていうことを教えていただけたらと思います。ありがとうございます。令和新選組代表、山本太郎と申します。で、大阪は維新の天下ですよね。で、これ、おそらく近畿圏でもその影響力っていうのは非常に大きいと思います。で、やっぱりこのテレビっていうところも、結構応援してる。で、吉本さんとも仲いい、そういうような関係性で、さらに、いい感じにこの権力基盤っていうのを強固なものにしてってると思うんですね。で、皆さんの中にも維新になってようなったんやって方もいらっしゃると思うんです。例えばどんなことが良くなりましたか。地下鉄見てみーな、トイレきれいになったやんみたいな話とかね、天使場って知ってるかみたいな話とかね、そういう話。一番重要なことはあなた自身の所得が上がったの、それが一番重要なんです。本当は維新に変わってから大阪の中でお金がちゃんと増えていってるかってことが一番重要だってことをちょっとチェックさせてくださいね。すいません、いいですか。大阪は成長したのかってことです。見ていただきたいんですけれども、皆さん知ってますか、このポスター。2019年、今から4年前ですね。統一地方選挙、全国の議会選挙が行われる。今年の春も議会選挙があるんですよ。同じ統一地方選が。4年前のものです。大阪の成長を止めるな、すっごいキーワードです。っていうか、むちゃくちゃいい言葉。でもね、この大阪の成長を止めるなっていう言葉を使っていい人とダメな人がいるんです。使っていい人は誰かって言ったら、実際に大阪を成長させた人だけ。ダメな人っていうのは、成長大してさせてないのに成長させたっていうようなことを言っちゃダメですよね。だから検証したいと思います。検証していきます。大阪の成長を止めるな、ほんまですか。こちらご覧いただきますと、県内実質 GDP の推移。県内、例えばですけど、 GDP って皆さん分かりますよね。学校時代習ったみんなの儲けを足したものが GDP。 それの県内バージョン、それぞれの自治体バージョン、滋賀県、京都、大阪、兵庫、そして全国平均で見た時に、大阪は2006年から2018年の間で見たらどこら辺にいますかっていうことなんですけど、安定の最下位が多いんです。大阪赤です。滋賀県に負けて、京都に負けて、兵庫に負けて、全国平均に負けてるっていうのが大阪の実態。大阪の成長を止めるな、言う権利ある、これ言い過ぎちゃう。続きまして、一人当たりの県民所得の推移。一人当たり県民所得の推移を滋賀県、京都、そして大阪、兵庫、全国平均で見てみました。答えはこちら。大阪どこにいる、一番下なんです。一人当たり県民所得でも滋賀県に負け、京都府に負けて、兵庫県に負けて、全国平均に負けてる。ひどくないですかこれって話なんです。大阪の成長を止めるな、これ詐欺やん、こういう話なんですよ。じゃあ何か景気良さそうに見えてるものは何なのかってことなんですけど、直接あなたに関係のないことだよってことです。事実上そうでしょ。カジノでうちは儲かんねやって方どれぐらいいらっしゃいます。万博でうちは儲かんねやいうのどうです。実際に彼らがやってきてることを見てみれば、身を切る改革なんですよ。中小支援をカットし続けてきたっていうような過去があるんですね。例えばですけれども、今の大阪市政府政の身を切る改革、特にえげつないのが中小企業の振興予算、なんと9割カットしてきたっていうような話なんです。で、本当は一番応援しなきゃいけないのが中小企業なんですよ。どうしてかって、大阪の中で最も企業の数として多いのが中小だから。そして大阪の中で最も雇用がされているのが中小だから、中小を盛り上げなきゃ大阪成長なんてするわけないやん。インバウンドや言いますよ、国も言います、大阪も言います。でもインバウンドって国全体で見ても5兆円程度でしょ。なんやそのしょぼい額なんですよ。なかったら困るよ。どうしてかって言ったら、30年国が衰退してて他に儲けるものもあんまりないから。でもこれが成長戦略だって言ったら終わりなんですよ。そうじゃない、この国にはもっと大きな力があるってこと。ジャパンズナンバーワンものづくり、そんな時代もあったってことは、この国にはポテンシャルがあるのに、それを弱らせ続けてきたっていう。で、維新がやってる身を切る改革っていうのは何かって言ったら、俺の身を切った次はお前だっていう話なんですよ。当たり前じゃないですか。身を切る改革とは、あなたを次に切るための改革なんですよ。見たでしょ、中小企業9割、助成金カットされてるようなこともあった。で、見ていただいた通り、一人当たりの県民所得も、そして県内 GDP で見たとしても、これ先ほどの通り、
比較しているところの全てに負けてるじゃないですか。これが答えですよ。維新とは何ですかって言ったら、私はある意味で自民党よりも立ちが悪い新自由主義政党だと思ってます。自己責任政党だと思ってる。これは本当に気をつけなきゃいけない部分だと思ってて、その対局、まあ数は全然違いますよ。向こうはもう野党第2党ぐらいの勢いですから、こっちはもう8人しかいないグループだけど、政策とはもう対局です。もう南極と北極ぐらい違う。いた、維新に嫌われてる議員紹介していいですか。大阪の衆議院議員で立憲民主とかも嫌われてるんですけど、特に維新から嫌われてます、衆議院議員の大石あき子と申します。いつも嫌われ者みたいに紹介される衆議院議員の大石あき子です、そこまで嫌われてません。私が維新を嫌っているだけです。さっき表示で出されてましたけど、大阪成長してませんよね。皆さんの暮らしはどうですか。むちゃくちゃ成長してる方いらっしゃいます。データ的には府民の所得はだだ下がりです。皆さんの生活はいかがでしょうか。実際に大阪全体も県内 GDP っていうのも全国平均以下だし、主要な都市の中でも最低であるという状況なんですが、だけどマスコミの力も借りて吉村さんとか松井さんとそういう維新の方々が大阪は成長していると、その成長を止めるな、身を切る改革こそが大阪の成長だと嘘をむちゃくちゃ流すものですから、やっぱりどうしても信じてしまうと思うんですね。そしたらやっぱりここを通ってる方も、維新を支持してる方も結構いらっしゃるかもしれませんけども、自分自身の生活が本当に成長したのかっていう、そういう原点に立ち返って改めてこの大阪が成長したのか、維新政治のままでいいのかっていうところを評価してほしいなと思うんです。まだまだ令和新選組は皆さんの生活に直接貢献できてないかもしれません。でもみんなの生活を底上げする、所得を向上すること以外に大阪の成長はない、そして日本の経済再生もない、そういうことを一徹に訴え続けて、国会議員8人までなりました。最初ここで、聞いてた方も、山本太郎がみんなの所得が下がってるって言うけど議員の給料上がっとるやないか、口先だけで言うてもあかんぞって言ってた方がいらっしゃったんですけど、一通り聞いてようわかったと、真面目にやってはるわ言って帰っていかれたんですよ。だから皆さんもぜひ令和のこと知っていただいて、今日の凱旋も見ていただいて、 YouTube でもいろいろ配信アーカイブもありますので、令和新選組のことをぜひ知って一緒に行動を起こしてほしいです。私は大阪の大石あき子と申します。そしてこの吹田市では4月に市議会選挙があって、それに挑戦する堀口康介さんも出てますので、チラシも配ってますので、ぜひご注目いただいて、みんなで一緒に令和を広げていただきたいなと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。令和新選組の大石あき子でした。令和新選組の衆議院議員大石あき子でございました。